江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷国内の話題なんですけど、キムヨナじゃないキムヨナ像に5億ウォン、渓谷に残念な銅像ができるわけということですね。こちら写真もありますんで見ていきたいと思います。それでは記事の方行きましょう。くーちゃんお願いします。全羅南道新安郡の美しい島慶島のあちこちには計318点の天使の彫刻像がある。そんなにあんの？新安郡が島全体 34.63 を背景に野外美術館を飾ると19億ウォンをかけて野心的に設置した作品だ。代表作家はチェシー71。島の片隅の表示石にはフランスパリ7大学教授名誉教授歴任、バチカン造形美術研究所顧問など作家の華麗な履歴が刻まれている。ところが2月、新安郡はチェシを詐欺疑惑で警察に告訴した。チェシは詐欺など前科6犯であり、彼の履歴は全て虚偽という事実が一歩遅れて明らかになったためだ。慶尚北道清道郡も彼に2億9000万ウォンを払って彫刻像20点を購入し、公園などに設置した被害者だ。両地方自治体は作家の履歴を積極的に検証しようとする努力を傾けなかった。美術界では公共美術関連制度がどれほどどんぶり勘定式に運営されるかを示す事例という評価が出てきた。全国各地の公共美術をめぐる議論は昨日今日のことではない。15日現在、全国の公共美術作品は2万3600点余り。1点あたりの平均価格は1億ウォン台半ばに達する。しかし、地域住民の評価は冷ややかだ。存在さえ知らなかったという反応が半分、税金浪費という反応が残りの半分だ。先月27日に訪れた景気道具浦市のツツジ園公園。遊歩道の片隅には高さ8メートルの金属製造形物がポツンと立っていた。造形物のてっぺんに視線を向けるとフィギュアスケートをする女性の形をした銅像が目に入った。公園の雰囲気とかけ離れたこの作品は、宮浦市が2010年キムヨナ選手のバンクーバー冬季五輪金メダル獲得を記念して設置した彫刻だ。キム選手が宮浦から庄中高等学校を出たので、キム選手の銅像を見事に作って建てれば観光客が宮浦に集まるという計算だった。制作費は5億2000万ウォン。世界的な彫刻家に大型作品を任せることもできる金額だった。しかし結果は悲惨だった。粗雑な腕前のためキム選手と全く似ていない銅像が誕生したのだ。さらに大きな問題は、キム選手側と一切相談せずに無断で制作された作品だという点だ。このため宮浦市はキムヨナという名前さえ銅像に書けなくなった。通り過ぎる住民にあの銅像が誰を表現したのかわかるかと尋ねると、全くわからないという答えが返ってきた。宮浦市のように税金で供物を量産した事例は全国各地に数えきれないほど多い。ソウル観光公園の怪物造形物1億8000万ウォン、インチョン市ソウラ区のエビタワー10億ウォン、全羅北道港高瀬郡の飯田小滑り台5億2000万ウォン、死神を連想させて恐ろしいという苦情が殺到して撤去されたセジョン市国税庁前の楽しい私たちのリズム1億500万ウォンなどの事例を挙げればキリがない。公共美術の本来の趣旨は、平凡な日常でも芸術に接することができるようにし、生活の質と文化の水準を高めようということだ。観光客を集め、地域のイメージを高める効果も期待できる。そのためには何よりも作品の水準が重要だ。しかし、大半の公共美術作品は大衆的な美しさと作品性のいずれも著しく落ちるというのが美術界の評価だ。大部分の公共美術作品の設置が地方自治体首長の地籍済みのために推進されるためだ。国立現代美術館のチョン・ジュンモ学芸室長は、大部分の自治体首長が作品の芸術性にはあまり関心がなく、自分たちの業績を残せる大きな作品一つを設置することだけに集中すると指摘した。ただ旧北道西勝山郡が5億ウォンをかけて制作した超大型窯が端的な例だ。05年に設置した同作品は、これまで用途を見つけられないまま、悩みの種として放置されている。ひとまず作ってみるという風に制作されたために、地方自治体の長と担当公務員が変われば、管理さえまともにできないことも問題だ。
醜い姿のために撤去論難が起きたインチョン松島の干潟小便袋銅像は当初の作品価格がいくらだったのか記録さえ残っていない。インチョン経済自由区域庁関係者は作品が設置されて13年が過ぎたため資料がないと話した。都市美観を改善し作家を支援しようという趣旨で導入されたが、この制度のために公共美術市場が服までに転落したというのが美術界の評価だ。無理に品揃えをするために作品を買わなければならない建築主、審議を担当する地方自治体、地方作家協会などの交錯する利害関係を公共美術家と呼ばれるブローカーが絶妙に入り込んだためだ。美術界関係者は審査員ロビー、裏面契約を通じたリベート支給などいろいろな弁法を通じて一部作家と業者が目がくらんだお金を分けて持っているのが現実と話した。美術界は公共美術をめぐるこのような拙速な慣行と制度に対してこの10年間批判の声を高めてきた。しかし変わったことはない。2014年と2019年、国民権益委員会が公共造形物の建設及び管理業務を体系化しろとして各地方自治体に制度改善勧告をしたが、まだ相当数の地方自治体は関連統計さえまともに用意していない状態だ。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきましょう。すごいね、なんかこの飯田子これが不気味だってやつだね。これが奇妙な、奇妙なと言えない奇妙なぞ。エビ、これ1億円だ。日本円だと。これどんぐらい大きいんだろうね。相当大きいっぽいよね。あ、車がこんぐらいだから。ああ、大きいね。へえ、これ1億。ああ。はい、それではですね、1人目こちら。国にお金がないのではなく受け取る人たちの天国です。泥棒たちの天国だから赤字が出るのだ。どうか月税を必要なところだけちょっと使おう。2944級。空港も熾烈な競争をしたじゃん。地方自治体に建てられた空港で今使っているものがあるのかな。そのお金のせいで地域維持が大変だったんだろうね。地方自治が始まって久しいのに地域のためでもなくみんな首都圏に集まっているのか。地方自治をなくせばはるかに良くなるだろう。539-13。とろける税金、国の借金から返せ。304-3。このような国で地方自治制は贅沢だ。地方自治制をなくそう。63-0。厚かましく厚顔無恥な軍嵐、軍裏が生んだ。あなたたちはキムヨナが苦しい時に手を握ってくれたことある。親たちが、ファンたちが、近所のヨナの友達が、同級生たちが、幼い子供たち、後輩たちが、バザーで一銭ずつ集めて、ヨナを支援したとき、みんなは何をしたの？え、法的根拠がない？でも、メダルを取ってきたら、軍裏の娘だと、61-1。くるっと手のひら返してね、奇妙な理由をしようとしてんだよな。そういえばあれ、日本にもタコの、なんか、タコだっけ？イカだっけ？なんかあったよね。X で話題になって、観光客が増えたっていう、まああれ成功事例か、あったよね。なんかね、そうにはならないんだ。ゾッとする。私が納めた税金があんな風に使われるなんて。青少年たち、そして老人福祉など使うところがどれほど多いのか。話にもならない契約をした者たちが結局詐欺師に金を稼がせ、自分も裏金を手にしたのだろう。二度とあんなところに国民の税金が使われるのを防げ。止めろ。50-0。オブジェの設置を禁止しよう。税金の無駄遣いだ。作品を見る目がないのにお金だけ浪費し、銅像を建てれば観光客が来るという自前遅れの発想。それなら木を植えなさい。それがいいと思う。35-2。左派たちのお金を引き出す典型的な手法。24-2。国道と詐欺師が一番住みやすい国。13-0。作家がそのお金を全部もらっただろうか。公務員たちと分け合うだろう。秘密資金作りにちょうどいい事業。これが後進政治の素顔だ。11-1。みんな左派の自治体だね。不審地を遂げたパクボンスン、ソウル前市長が太陽光を作って食べたように時々作って食べただろう。7-1。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。イカか。はい、じゃあ上の方からいきますかね。いつもの安易な考えでいかにも鬼らしくていいよ。かっこ笑い。じゃあキムユナに変えておけば。かっこ笑い。
整形前の姿だったんだよ。さすがだな、尻餅ついて勝ち点のよな。え、普通は銅像のモデルと話し合わない、勝手に作ったってこと、ありえない。塔の上でグリコっぽい格好してるのが決めよな、そりゃ本人怒りますぜ、わら。やめるんだ、イギリスにあるビートルズの銅像が全く似てないことをバラすのは、わら。お前らが文化の水準を上げるのはいつも K-POP だって言ってんのに、なんでやってないの。あっちも予算を使い切らないと減額されるのかね、悪い習慣だわ。ムンの息子も芸術作品を高額の税金で購入してもらってるじゃん、なら売りは大丈夫にだ、わら。美術品って言えないな、素人制作の像なんて誰も見ないな。大便小僧もうあるにだ。あるね、大便小僧ね。いろんな意味で残念な美的感覚だと思ってたが、芸術家自体とんでもないやつだったんやな、わら。経歴よりもコンテスト受賞履歴を重視すれば、ね、詐欺に引っかからないと思うけど、思いっきり経歴詐称してたんでしょ、このね。フランスパリ7大学の教授、名誉教授を歴任しましたってね、経歴詐称ね、うん。六本木ヒルズにも雲みたいな不気味な像あったあんの、へえ。成功した人に便乗するのがお前らだろ。愛知の暇かじま名物タコにもタコ像はあるよ。タコが悪いって言ってるわけで、タコイカが悪いとは言ってないオブジェを撤去するなら旧日本大使館前にある量産型も撤去しましょうね。地震に耐えたイカオブジェは人気者。あイカの駅つくもおる石川県ほとり玉郡の都庁 あるんだね。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。